お疲れ様です。今回の人気報道は、トラジロという方なんですけども、このストーリーっていうのはね、印象深いのは、リンドウの話を、このトラさんの義理の弟である、ヒロシさん。ヒロシさんのお父さんがね、するんですよ。ちなみに、岡山県の高橋市っていうところがその舞台。お父さんがリンドウの話でね、人間の本当の暮らしってのはこういうもんじゃないから、っていうふうに、ごく平凡な日常過程を描写するんです。まあ、それに心を打たれたトラさんは、人生を思い直して、自分のこの寝なし草のようなね、放浪の旅はいいんだろうか、っていうふうに思うんですね。それだけなら、ああ、トラさんかっこいいな、っていうところなんですけども、やっぱり悲劇ですから、男扱い。その、自分が感動した話をね、まるで自分が思いついたかのように、その後ね、何度か人に話すんですよ。で、しまいにはそれが巡り巡って、おいちゃんがね、こんなバカなことを言うやつなんですよ、っていうふうに話した相手が、その話し元であった、ひろしさんのお父さんで、気まずい雰囲気が流れるみたいなことがあるんですよね。で、それがまあ、特徴的なところの一つなんですけども、もう一つね、今回の男気について、この今、マドンナが映ってますよね。右側に映ってるマドンナ。実は、母子家庭で、喫茶店を芝又でオープンするんですよ。で、その際に、細かい描写はなかったんですけども、どうも何かね、騙されて、お金を余計に取られるっていうことがあって、ものすごくね、悔しい思いをするんですよ。まあ、時代背景もありますけども、商売をして騙されるってことが結構あったんですよね。で、そこを、なんとなく察したトラさんが、あ、このマドンナは、なんか誰かにお金を騙されて取られるとしてるな、悔しい思いをしてるな。許せねえっていう風に、まあ、おとぐぎがメラメラと湧き起こったんですよね。そして、ラストのシーンなんですけども、これはほぼラストのシーンなんですけども、自分がね、持ちかけるんですよ。もしかしたら、どっかに憎い奴がいるんじゃないですか。なんだったら私は何もできないけども、腕の一本や二本、あんたのために力になってもいいんですよ。そういうこと言われましたね。ここなんですよ。皆さん。腕の一本や二本、差し出してもいいぐらい、誰かのために何かをしようって思ったこと、この令和の時代、平成の時代に、私たちは持ったでしょうか？あったでしょうか？まあ私はね、たまに、まあ愛するものを守るためなら、懲役なんて怖くねえみたいなこと言いますけども、まあこれもね、私なりにその格好つけた言葉ではあるんですけども、参考にしているのはこの腕一本や二本っていうところですよね。で本当に、このぐらい自分の身を差し出しても、守れるものを見つけたっていうのは、一つの男の喜びなのかなって思うんですよね。まあでも、今、そうですね、全体的な雰囲気としては、そんなことをやって、俺に何の得があるっていうような考えのことが、なんかバックしてるんじゃないかなと思うんですよね。まあ今回、男は辛いよ。トラジロ、恋歌の中で、あ、これはいいワンシーンだったなと思ったものをスクリーンショットにして、今回紹介しましたけども、これラストのラストのラストのシーンなんですよね。でもここにトラさんの男気が出てきたんですよ。で、それに対してマドンナは、ありがとう。本当に嬉しいなよって涙ぐみながらも、女として生きていくことを選んだんだから、このぐらい私は一人でやってみせますっていうふうに、強い気持ちを見せるんですよね。と同時に、トラさんのような自由な暮らしが羨ましい。私も今の暮らしを投げ出して、トラさんについていきたいわっていうわけなんですよ。これは、ある意味ね、マドンナからトラさんへの告白なんですよね。しかしトラさんは、それを受け入れません。もちろん、マドンナに恋する気持ちはあったんですけども、愛する人であるがゆえに、自分のような嫌な仕草に巻き込んではいけないというふうに思う。その葛藤がまたね、人気報道なんですよね。驚きなんですよね。まあ、こういったシリアスなところとユーモアが、ラストシーンまでこうやってね、絡み合って、すべての伏線を回収していく。男は辛いの魅力はそういうところにあるんじゃないかなと思いました。あ、ちなみに、このマドンナ、小学生の男の子がいて、引っ越し引っ越しを繰り返す中で、随分塞ぎ込んでしまってね、友達なんかできなくなっちゃったんですよね。まあそういった悩みをトラさんに打ち上げるところ、トラさんは、この息子さんとね、率先して遊んであげて、しかも友達までね、作ることに、まあ、力を貸してあげるんですよね。で、結果、トラさんのおかげで、自分の子供が、今まで見たこともなかったように、大笑いして、自分の喫茶店に帰ってきて、そして友達を3人も連れてきて、そ
その場面を見て、ああ、よかった、マドンナが涙ぐみ、喜ぶんですよね。こういうふうに、トラさんっていうね、男に、マドンナはいつも惚れてるわけです。そして、ああ、ああいう男になりたいなと思いながら、昭和のサラリーマン、男性は憧れつつも、でも今の安定を手放せない。そういった狭間にいたんじゃないかなと思います。今回は以上です。ぜひね、男は近いよ、トラジオを掘り歌、一度ご覧ください。